私は YouTube で学生の時にメタルを出会って、なんてかっこいい音楽があるんだと思って、そこからどんどん自分で調べていってメタルが大好きになりました。私は、ドラムは小さい頃から習ってたんですけど、初めてライブを見に行った時にやってたのがメタルバンドで、それにすごい衝撃を受けて、で私もやりたいって思うようになって、それがきっかけです。ギターをやっていくうちに、だんだんもっと激しい音楽をやりたいなと思うようになって、たまたま偶然メタルに出会いまして、これはかっこいいと思って、難しいしやりがいがあるなと思って、だんだんハマっていきました。私はメタル実は初めてで、このバンドで、R&B とかソウルをずっと歌ってきたので、それで、話をやってみないかって言われて、で、ヘイルストームだったり、ジューダス・プリストのペインキラーだったりなど、いろいろこう歌ってみて、あ、楽しそうだなと思って始めたのがきっかけなので、まだ2年生です私は3歳からずっとピアノ、クラシックピアノをずっと習ってて、でずっとそれを続けてるうちにギターと出会い、でそのギターを、そうですね、続けているうちに、やっぱそのメタルっていうのに出会って、そのクラシックとメタルって真逆のようで、実はすごい近しいものがすごくあって、それですごく聴きやすくって、なんか気づいたらメタルバンドを組んじゃってましたって感じでしたね。やっぱり男性が中心の音楽だとは思うんですけど、体力も必要だったり、でもやっぱり女性でもできるんだっていうのを私たちすごく表現したくて、女性のだけのバンドも少ないですけど、私たちその中で一番になりたいっていう気持ちで頑張ってやってます。そうですね、やっぱりその、体力的には絶対厳しいことが分かってたので、やっぱりまずは体調管理、やっぱきちんとみんな体調管理をきちんとやっぱしてもらうことがやっぱ大前提で、やっぱりあとライブもやっぱすごくクオリティ高いものをお届けしなきゃいけないので、やっぱり結構いつもよりもリハーサルの回数と時間を多めにとって、ツアーまでに仕上げていきましたね。はい。ベースはレーベルが事務所とか考えたりとかして、それを受けて一応こっちが意見出したり、もっとこうの方がいいんじゃないかって言って、で最終的に出来上がりまではかなりディスカッションして詰めていく感じですね。ここにこういうカットが絶対欲しいっていうのをちゃんと伝えて、はい。歌詞は日本語の歌を聞いていても、あまり歌詞は聞き取れる、全部の歌詞が聞き取れるわけではないと思ってるんですけど、特にメタルは歌唱方法がとてもいろんな複雑独特なだったりするので、全てを理解しているわけではないんですけども、ちょっとつ、簡単なコミュニケーションはもちろん私たち現地で英語でできるので、それでなんとか、ただもっと頑張ろうとは思ってます。もっと英語をプラクティスでしようとは思っています。
最初は初めてのヨーロッパツアーで、私たちまだ UK では3回ぐらいライブをしていて、まあ、ドイツではあのバッケンオープンエアっていう大きいフェスに出演はしたことあったんですけど、例えばフランスやオランダが今回初めてで、ちょっとどのくらいの人たちが私たちを知って興味を持ってくれているのかとても不安だったんですけれども、今のところ今日来るまで、オランダとドイツ3カ所をすごく期待以上に盛り上がってくれて、今日のフランスもとても楽しみです。じゃあメタルの入り口だったメタリカと一緒にやりたいですね。私はヘイルストームかな。私はアングラーですかね。あの最近も見に行ったんですけど、最近ハマってて一緒にできたら嬉しいです。私ハロウィン。複数でもいいですか。私はアイアンメイデンが大好きなのでやりたいんですけど、最近はフランスのバンドだとすごくゴジラがとてもかっこよくて、この間のバッケンで見てすごくいつか一緒にできたらいいなと思いました。そうですね、まあ、まだまだ、始まったばっかりなんですけど、とにかくラブバイツをっていう名前を皆さんに知っていただけるように頑張っていきたいと思いますので、どうぞお見知りおきよってわかるかな。よろしくお願いします。はい。